あれからちょっとだけレベル上げとかしまして、レベル7ぐらいまで上げました。まあ、これでね、今度は東に行こうかなと。前回西でね、モグラ叩きになるイベントをしたんで、あ、もうこの辺りの敵はね、もう楽勝になりました。レベル7まで上げたし、エクリエルの装備もこんな感じでミスリルロットワンドをもうて手に入れてしまったんで、またムキムキエクリエルが完成してしまったわけですよ。お兄ちゃんより強いね、妹ということで、ここだよね。荒野への洞窟、南口。え？荒野への洞窟。この洞窟、枯れ沢に向かうんでしたら、この洞窟を抜ける必要があります。神都周辺より強いモンスターが生息している。はい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 。グレムリンには魔法攻撃が効きづらい。ゴーストは物理攻撃が効きづらい。ああ、ありがとうね、わざわざ。ああ、でも、ちゃんとさ、騎士団の人たちがいるんだね。右側の道は比較的広め道でモンスターの少なめです。一方、左側の道は道幅を狭くモンスターも多めです。少し冒険してみたい方は左側を進むといいです。ただし自己責任でお願いします。じゃあ左側かな？お、狭ーどんなもんだ？お前の強さは。ゴースト！じゃあ、ゴーストには物理が効かないんだっけ？どっちだっけな？俺忘れたわ。オッケーオッケーオッケー、一球ね。はい、アイススラストで178出していく。7！ あ、21。あ、余裕だね。あ、余裕だね。レベルの上げた甲斐もあったもんだわ。こう見ると。よし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 。おー、北口に着いたね。じゃあ、このまま進めば枯れ沢に着くらしいんで、進んでいきましょう。あ、枯れ沢あるね。じゃあ、お前邪魔だ。で、うおー、大サソリ、グレムリン。まあ、グレムリンはわかるが、大サソリ出てきたな。グレムリンは殴っての、大サソリはこれしての、防御！なんてやつなんだ。自分は狙われてんの分かってんな。あれ？防御の上から、エグリエル、防御の上から敵を倒すんじゃない。アイスタスト、265!265! さあ、枯れ沢に着きましたね。いや、街に着いたね。シント以外の。ここは枯れ沢の街だよ。いろいろ珍しいものとかを並んでる一番の街だよ。ちなみに名産品は香辛料らしいね。それが枯れ沢のスパイスってやつかな。名産品ってことは店で売ってる可能性も高いね。お店を回ってみよう。どんなものか楽しみだな。僕たちの出資金に買えるものだといいんだけどね。いや、こういうのってさ、買えないんじゃないの俺わかるんだわ。なんか買えないんだろ。まあ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 、見てみよう。悪いな、まだ準備中だ。こちらではワインを売っております。未成年の方にお売りできません。大人になりましたら、改めて。アクセサリーはいかがかしらと。あー魔法使いにゴーグルはちょっとうるさい。でも微妙だよね。イベントって書いてあるからこの人なんだな。さあ、買えるんでしょうか。いらっしゃい。枯れたあのスパイスはいかがかな。お、あったあった。お兄さん、これいくらですか？一セットで1万グー！あー、稼ぐの大変だなー。高っ！なんだそれ！ちょっと、これぼった価格じゃないの？失礼だね。このスパイスはそれだけの価値があるんだ。欲しければちゃんとお金を持ってくるんだよ。仕方ね、稼ぐかー！ 100 回戦闘すればなんとかなるか。ちょっと向こうで相談しよう。ここだと邪魔になっちゃうし。どうするんだよ。仕方ないよ。あの大金が必要になるんなら。もしかしてあのスパイス諦めちゃうの？やだな、リオンくん。私、別に諦めるなんて言ってないよ。私たちってモンスターと格闘家じゃない。つまりね、おう！やっぱ1万ゴールド集めるか片っ端からモンスターをしばき倒してお金を手に入れていけば何の問題もないってことだよ。そうだよ
確かにその顔で、その顔で、そうなの、いろいろ言われて、いろいろイメージが崩れちゃうから必死だね。まあ、ファンが、確かにファンが見たらドン引き間違いなしかな。でもさすがに叩かれ稼ぐのは結構時間かかる気がすんな。そうかな、この RPG 結構ね、優しいからね、1万 G ぐらい行きますよ。ここ一番の街なんだよね。なんか何かを高く買い取ってくれたりする場所とかあるんじゃないかな。不本意だけど、とりあえず1万ゴールド貯めてみよう。本当に貯めるの？片っ端からモンスターを倒せばいいんじゃないの？そう簡単にはいかねえか。パワーアップ。ここは？海だー。なになに、どうしたの二人とも。僕たち住んでるところは住んでるところだからさ、確かに森に住んでるもんね。あまり海を見たことなかったの。だからつい、そうだったんだ。ここは港町アクエリア。日の本の外に渡るんだったら、ここに船に乗る必要があるよ。それじゃあまずは港に行こう。お、イベント。え、日の本に行く船かい？お客さん遅かったね。船は一昨日出てったばっかりだよ。それじゃあ次はいつ乗れるんですか？だいたい1ヶ月後だね。さすがにそこまでは待てないかな。他に人も日の本に外に渡る方法はありませんか？そうだな。あんたらモンスターとは戦えるかい？うん、めっちゃ戦える。はい、それならクリムっていう船乗りを試されてみるといい。以前海賊をやってた腕利きの船乗りだ。今の時間なら、そうだな、今頃町のカフェのオレンジジュースでも飲んでる頃だな。オレンジジュースを飲んどる。カフェに不釣り合いな、カフェの海賊の格好をしてるやつがいたら、そいつだ。オレンジジュースを飲んでる海賊？随分とお子様の海賊だな。はっ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 は。案外イメージ的に間違っちゃいないかもな。一応私からの紹介だと言えば、あいつも断りはしないはずだ。気をつけて行ってきなよ。はあ。オレンジジュースを飲んでる海賊ですか。酒場に行くんだな。じゃあ、酒場はどこだ？いるな。君か。あん？なんやお前ら。もしかしてあなたがクリムさん？せいで、クリエイトの海の妖精クリムって、俺っちのことや。本当に子供だった。これが腕利きの船乗りなの？オイラたちあのおじさんに騙されたわけじゃないよね。何のことや？実は、あのおやすさんの紹介か。それなら断る理由はないな。ええで、このクリム様の船に特別に乗せたる。ただちょっと危険も付きまとうで。それでも行けりゃ港に来い。ほう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 。なんかボスモンスターが出てくるとかそういう系かな。本当に大丈夫かな。今は信じてみよう。すべては食材のためだよ。ワーニングって書いてあんな。クリムへ公開儀を叩き込んだら何を隠そう。私なんだよ。それ以外を面倒見ていてな。だからあいつは私の頭が上がるのさ。ワーニング。来たな。準備はええか？戦闘ありか？オッケー、いいだろう。ほんなら出航や。行くねお前ら。あいあいさー。え、戦闘イベントあんの？おお、船。船に乗ってんねー。どや？俺っちの船の乗り心地は、とてもいい感じだよ。船ってもう少し揺れるものと思ってたけど、あまり揺れないんだね。船の大きさや構造にもよるな。大きい船なら波の影響を受けにくいんや。ねえ、一つ聞いてもいい？その格好といい、船寄りさんの皆さんから反応といい、キャプテンみたいに慕われてるけど、君本当に子供なの？一番アホっぽい顔して、なかなか鋭いことつくな自分。アホっぽいは嫌いだよ。ま、あんたが言うように俺っちゃ普通のガキやない。本来30のおっさんや。え？
海賊時代に見つけて対応せる呪い受けてな、こんなガキのさんになってもうたんや。今、定期便のお安さんのおかげもあって、運び屋の乗りを得さが方法を探しとる。こんな姿じゃ海賊なんてやっても舐められるだけやしな。そうだったのか。ごめんなさい、最初は疑ったりして。別に構わへんよ。それにこの姿もなんやかんやで楽しいしな。さて、おしゃべりはここまでしとこうか。総員戦闘配備！え、何？ジムや、戦えるんやろ？この海域は暴れ回るごつい奴が来るで。気ひしめたかかりな。おー、クロー君！クリムもいるね。さーてと、俺っちも参戦させてもらおうぜ。この銃と部下たちの砲撃で風穴たっぷり開けちゃるわ。どれぐらいなんだろう、強さ。これ強さ足りてるかどうかわかんねえんだよな、そもそも。強さが足りてるかどうかも怪しいところだからな。ここに来てよかったのかどうかっていうのもよくわかんねえしな。とりあえず素早さ関係は、素早さ関係ははっきりさせておきたい。アイスダスト85、2回攻撃31、ディフェンド素早さ、とりあえず砲撃指令157、強いね。エクリエルのアイスラストがあまり効かないから、多分氷に耐性持ってる可能性が高いな。うん、いいね。いいダメージ出るね。あ、ファイアボール出る出る出る。砲撃指令。イカスミ。大丈夫大丈夫。いける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 。ただ問題はアイススラストがエクリエルあまり強くないということなんで殴りましょう。エクリエル殴りましょう。81、79、ファイアボール209。大丈夫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 。余裕で受かってる余裕で受かってる。で、ファイアボール、攻撃。攻撃と。そんななんか、強くはなさそうやな。なぎ払い、ミス0、172。クリムが自動戦闘なんだね、クリムは。攻撃、攻撃。ファイアボール、攻撃、攻撃、攻撃。20。で、そろそろ消える頃かな？ディフェンドが。ディフェンドがそろそろ消える頃かな。なんで、追い風を再び。速さ上げて、防御力上げて、え？終わり？ちょっと待って、弱っ！だいぶ弱かったな。あはははは !4 人になった。コングラチュレーションズ。クリム、レベル10。あ、クリム、レベル10なんだ、君。そっか、自分たち8だったけど、あれだったか。やるやん。ガキなのにすごい力持っとんな。どや、俺っちの仲間に加われへんか。そいつはどうも。せっかくだけど、それは遠慮しておくよ。私たちにはやるべきことがあるから。究極のカレー作りをね。そらまた面白そうなことやっとんな。あんたのこと気に入ったわ。名前教えてもらえへんか。僕はリュミエル。エクリエルです。おいらはリオンだよ。よろしくね、クリムさん。呼び捨てかまへんよ。今の俺っちは、あんたらそんな見た目変わらんしな。よろしくな、リュミエル、エクリエル、リオン。さあ。クラーケンは倒したけど、無事に着くかな？ありがとう、クリム。助かったよ。礼には及ばん。こっちもいろいろ助かったしな。しかし、今までもちょっとなんか雰囲気違うな。和風だね。めっちゃ和だね。ブ、ボーって書いてあるからな。街には。日の本の里は大陸とは異なる文化が根付いてるんだ。
オイラが暮らしてたドラゴニュートの里に雰囲気が近いかな。この町はええで、温泉もあるし酒もうまい。まあこの体になっても体もう飲めへんようになってもうたかな。温泉か、入ってみたいな。ってそんな場合じゃなかった。ここで円形の肉を手に入れなくちゃ。とりあえずいろいろ聞き込みしてみようよ。頑張ってな。もし船乗りたくなったらいつでも声かけてくれや。じゃあ行き来は自由になったってことだね。これでここにも鉄の腕を手に入れた。キュアアップを手に入れた。あ、そういやさ、ミラクルアップいっぱいもらったよね。全部受けるように振るわ。これだよな。東の家具土山の頂上を根城としておるが、火山の正気や怪物像にたどり着くまでが大変だ。あと、うっかり足を滑らせて両側に落ちるリスクもあるから、狩りに行くのに一苦労だぞって、多分これだよね。こいつのこと言ってるんだよね、多分。多分そうだな。生殖し、やっぱそうだな。場所が場所があまり手に入らないんだ。多分それだね。東に行けってことだよな。あー、家具土山って書いてあるわ。なんだよ。ひび割れて溶岩が少し見えてるだろう。ここを歩くとダメージを受けるんだ。ボンバーロックという化け物だ。奴は数を数え切ったり、炎の攻撃を当てると自爆するんだ。数を数え切ったり、炎の攻撃を当てるはともかく、数を数え切ったりってなんだ。そのボンバーロックに火をつけるいたずら妖精だ。はぁ。ボンバーロックね。うまいこと考えたら、ボンバーロックね。爆弾岩とは言わないのね。はははは。いるなぁ、ボンバーロック。3。様子を見る。火をこう、使っちゃいけないんだよね。2。硬くない？ちょっと硬くない？硬くない？ファイヤーバースト！ああ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 、自爆！ああ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 単体できたかー。単体できちゃったかー。倒せないかなー。ファイアボールぶつけた瞬間終わるから、殴るしかないね。3。652。様子を見る。2。あ、倒した！よかった、倒せた！でも、報酬少ねえ！あ！ヒールクリスタルじゃないですか！あったんですね！ご健在だったんですね！さあ、ヒールクリスタルのところに、いますね！こいつですよね、間違いなく。さあ、やりましょうか、一戦。こいつの肉を取りゃいいんだな。わかりやすいじゃねえか。やっちゃえ、エクリエル。321。エクリエルが、大打点出せるから、だいぶ。とりあえず、速さ関係は維持しておき。焼けつく息。あ、焼けつく息ってあれか。麻痺の方か。多分そうだね。アイススラスト。普通に攻撃、アイスラストと基本ニューミエルを火炎。うわー、火炎強ーい。100ぐらい食らうのか。
連携でブリザード HP25 回復。よくよく考えたらこんなもん25回復とかさ、もう焼き石に水じゃん。25しか回復しないの。よくよく考えたら今持っているものを今考えたけどさ、25しか回復しないんだね。エクリエルにはヒールも担当してもらえるし、攻撃も担当してもらいたいんだけど、かなりめ、難しいな、これ。赤い薬25しか回復しねえじゃねえか、今更だけど。なんだこれ？火炎が強すぎるから、火炎が強すぎる。連携の癒しの風なかったっけ？癒しの風使うか。癒しの風使っての、攻撃で。うん、そうだね。癒しの風強いね。いや、ユミエル外したら意味ないんだわ。癒しの風使いつつだな。薬があまりにも頼りにならない。ディフェンダー張り直して、火炎。幻惑いけるかな？かかるんかな？やってみる価値はあるけど、まあ、攻撃した方がいいよな。素直に。まだいけるね。焼けつく息。やけどか！スリップダメージ入んのね、やけど。じゃあ、緑の薬とかで、効果ある？あー、あるね。緑の薬、やけども治療できるね。じゃあ、それで。アイススラスト、攻撃。オッケー！あ、エクリエルが強すぎたか、これは。エクリエルが強かったな。よーし、コングラチュレーションズ。よし、素直にボスを倒して手に入れるタイプだったな。よかったよかった。セーブしとこう。で、あとは、あれだね。1万ゴールを貯めればいいんだよ。ねえ。1万ゴールド貯めるの？え、マジで言ってる？なんか他に技ないのかな？1 万ゴールド貯めるの？今からここから。笑いが止まんねえなあれからですね。まあ、リアル時間、2日の時が経ちまして、所持金が1万を超えました。そして、皆さんのレベルも相応に高くなりました。私が何をしたのかと言いますと、雑魚買って、金貯めればいいんじゃねえかっていう、本当にその発想に至ってしまって、それで合ってんのか分かんないんですよ。いや、作者さんの意向を僕はもしかしたら無視してんのかもしんねえなって思いながら、それでも雑魚狩りすりゃいいじゃんっていう発想に立ったんで、まあ、軽く100戦ほどしてきます、雑魚戦を。なんで、レベルも相応に上がってね、ニューメールはこんな感じです。で、エクリエルムキムキです。またエクリエルムキムキになっとる。何これもうムキムキエクリエルは定期なんですよ。もはや。てか、リオンより強いしな。リオンより物理攻撃力が高いってさ、エクリエルって一体何者なんこれ。すげえことになってるぞ、これ。エクリエルがね、もうあまりにも強くなりすぎてしまったんで。まあ、満足したかなと。はい。んで、他のね、二人もね、一応装備は、ちゃんとミスリルとかね、強い風にしてあります。それでもエクリエルが強いんだけどね。
これで合ってんのかな。じゃあ1万貯めたんで貯め方はどうあれですよ、100銭ぐらいしたんで1万貯めたんでね、買いましょう。はい、カレタマのスパイスを手に入れたやったなこれで材料揃ったな。よーし、早くオイラの部屋の台所に行こうよ。じゃあそこまで行きましょう。材料揃えました、なんだかんだで、ね、一番辛かったのここだぞもう無でやってたもん、無だったよマジで無だったんだよ。さあイベントですね。はい、さーて協力のやり作ろうかな。作り始めエンディングへ。え、エンディングいっちゃうの、直行え、なんかあれっすか、なんかこの強さを振る、エクリエルの強さを振るとか、なんかボスが出てくるとか、なんか、何っすかお前期待すぎたんだよいや、なんかさ、カレー作るときにラスボスでも来んじゃねえかなって俺思ったんだけどさ、これ出ないな、これ。この制作者さんの感じからするとないな。嘘、もう終わっちゃうのえ、何？このゲームって何？二つの材料はともかくとしてさ、もう一つの材料さ、100回ボさ、雑魚を買ってさ、集めるようなさ、そんなゲームだったっけ？さあ、究極のカレーを作り始めるということで、エクリエルがね、作り始めました。ということで、これでエンディングになるのかな？あ、終わったー本当に終わっちゃったよというわけで、終わっちゃいましたなんということでしょう。まあ、とりあえずですね、前よりなんか分かりやすかったね、いろいろと。で、今回はね、自由な感じ、制作者さんのサイトにもあったんですけど、自由な感じということで、どれからやってもいいっていう感じでね、やってたんで、まあね、2つの材料に関してはね、すごく自由に取れたと思います。進行的にもどっち行ってもどこ行ってもよかったしね。ただ一つやっぱり言うなれば、ちょっとやりすぎたかなってちょっと上げすぎたかなーって多分他に方法あったと思うんだわ絶対他に方法あった、なんか一番もうちょっと簡単に食べる方法あったと思うやん、あったと思うんですけど、私はそれをガン無視しましたねガン無視して、敵を100回倒すというね、恐ろしいことになってしまいましたまあね、自由なんでね、うん、ここも自由だと思うんで、ね、多分間違ってないと思うんですよ、きっと。あ、制作数だ、RGB2 が MZ なんだ、これ、やっぱり。へぇー、センキューホープレイング。いや、ありがとうございました。最後のね、100回戦闘したのはね、一回どういうことなのかとね、説明していただきたい。これは合ってんのか合っていないのか。できたよー。待ってましたー。ねえ、エクレール、ちょっと提案があるんだけど。あ、私ももしかしたら同じこと考えてるかも。クリームのところにも持ってかない？やっぱりね、もちろんそのつもりで作ってたよ。クリームね、あーもうね、遠い存在ですわ。いつの存在や。船を出してもらったからね、ちゃんとお礼はしないとね。それじゃあテレポストーンを使ってクリームの船まで行こう。おーというわけで、究極のカレーを持ってきたんだよ。ええんか、俺っちまでご賞なって。船を出してくれたお礼だよ。食べてみてよ。エクリエルの料理は美味しいからさ。それなら、ご相伴に遊ばせてもらうわ。それじゃあみんな、いただきます。あんやこれ、こんなうまいもん初めてやわ。あ、どないしたん？うん。確かに美味しいは美味しいんだけど、何？魔物の味がする？究極っていうにはなんか、物足りないような。
ただ材料は珍しいだけの普通のカレーだね。爆発落ちなんて最低。結局何がどう究極のカレーだったんだろう。バイエクリエル、おしまい。そんなー、おまけ部屋とかそういうのも今回なかったんですかー。